はい、どうも皆さん、こんにちは。今回ね、京阪電車伏見桃山駅の時刻表について語ろうと思っています。伏見桃山駅は、京都府の、京都市の、伏見区に位置する京阪電車の駅です。一回、中身を見てみましょう。京阪電車淀屋橋方面見てみると、前三条駅と京阪大津線の時刻表前紹介した通り、11本も種別ができて、ここは3種類しかない。ここにも書いてある。大体準急が1時間に6本か、普通が1時間に6本。普通電車は、枚方市と茅島駅で、そこから、その先は、準急と特急が昼間を走っています。停車駅は、茅島まで準急とか、各駅にと。昼間は、各駅停車は少ないじゃん。中之島駅って、のって書いてある、中之島駅。森口市駅とか、寝屋川市駅も、珍しい。問題なのはここ。見えにくいと思うけど、中書島で特急で連絡、空波で特急または快速急行、通勤階級に連絡、枚方市でまたは快速急行に連絡、夜で、準急と、夜始発にじゃなくて書いてあります。見えづらいと思うけど。連絡電車もいっぱいある。三条行きある。三条発の普通で待ち柳行きに連絡って書いてある。なんと便利なことが。問題なのはここ。丹波橋で特急、もう見えづらいかな。丹波橋で特急または快速急行に連絡、丹波橋で急行に連絡、三条までで先着。って書いてある。三条まで先着は。昼間は特急が先発となってる。丹波橋で準急出待ち柳行きに連絡、よくあります。昼間。朝ラッシュ、ラッシュ時前は、こうなっています。一回眺めてみて、優しいかなって思います。ライナー圏の、ここ特急ライナー通過しますので、というわけで、今回、伏見桃山駅の時刻表について語るという動画を作ってみました。チャンネル登録や高評価をよろしくお願いします。それでは、また。